選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師来た、占い師ショック練習来たです。夜が更けました。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に CO なしですね。チャラミンさん、ありがとう。まあ僕はですね、僕はこの位置で別に6番の位置で出たいという方、役職に関してね、占いであったり、霊能であったりとかっていうのは全然許容はします。ただその精査をするんであれば、6番の精査を無駄にし、6番が色を落とせないということを覚悟した上でその進行を取ってほしいかなって思っている。まあその対抗が自分に白を出しているっていう盤面でそういう動きがあってもいいかもしれないが、正直自分が役職を持っている場合っていうのは、占い霊能の場合っていうのは、村に色を落とさせるためにも、発言を伸ばさせるためにも僕としては1周目から出た方が印象がいいと思っている、はい、ぐらいかな。だから求めるのはグレーの精査、そして僕がやるのもグレーの精査。役職に関しては正直決め打ち場面で精査すればいいかなと思っている。7番のプレイヤーが発言します。なんかね、ちょっとね、6番さんのその持論がね、いまいちはっきりしないんだけど、俺の位置で出てもいいよってことは、ある程度そのドーン進行とかね、極端に言えば全部バーンって出てしまったりっていうのも、まあ、ある程度許容するのかなと思えば、1周目から出てきてほしいって言ってるかな。で、なんだっけ、最後に決め打ち進行もどうたらこうたらって言ったから、ちょっと色が見えないなっていうのは分からなかったっていうか、なんか軸がないというか、ぶれてるなっていうのは正直な感想。まあ、2周目になって全然盤面変わると思うんで、一方の なんか霊能とか対抗で出て、審議差が明確につけば決め打ち前だけど、基本はどうなっちゃうかもしれない。8番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。把握お願いします。まあなんかすごい雑な精査になっちゃうかもしれないけども、6番さんってなんか発言内容を聞くと、6番の位置でバッて出られられてもなんか処理できるような頭のスピードを持った人物に見えちゃったけどね。まあこういうこと言うと、僕がじゃあ征服すればとかっていうのはやめてください。僕は僕の考えで出てきてるんで。で、7番に関してはその6番に対しての触れ方が結構なんか本当に考え込んで発言してるなっていう感じがしたので、7番の印象は結構いいです。現状こんなところで、僕からの進行論としては、まあ、優先順位をつけて話してもらいたいっていうのと、まあ、主観と客観を分けましょうっていうところですね。まあ、これについては説明する時間はないです。まあ、そんなところ。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に終わりません。まあ、6番さんは印象がいいかなと思ってますね。6番さんの言い分としては、潜伏は認める、ただムラリがあるのは1周目出た方が印象はいいけど、僕はこの時点で、潜伏しても、いいよって言ってる人物だから、まあ、軸がブレてるっていうよりも、潜伏は認めて僕はできるけれども1周目出た方が印象がいいって言ってる人物ね。だからその理由っていうのはすごいわかるし、6番さんって白いなと思っていた。ただ単に7番さんが、まあ、軸がブレてるっていうのがちょっとわからなかったかな。だからあんまり汲み取りができてないのが7番さんかなっていうふうに思ったかな。8番さんに関しては対抗で出が精査したいと思います。まあ、盤面が固まってからですね。以上。1番のプレイヤーが発言します。俺ね、9番さんが一番釣りたいけどね、俺7番さんが一番白くて、7番さんが言ってることが真っ当で、6番さんって強い盤面を作ろうとしてないよね。霊能者に関しても、占い師に関しても、2周目に出た方が、バッティングって十分あるから、6番さんの言ってる行為って、そのバッティングなくす行為だから、ムラリがないから、そこを叩いてる7番さんが最白なんよね。だから9番さんがその7を叩いてる時点で、現状のサイクロは9番さん。6番さんは2周目かな。あと、8番さん出てるけど、俺はあんまり1周目に出てくる霊能者、あんま死んで見ないよね。
ってなると、もし、心霊がいるんであれば、6番さんの位置で出てほしいかな。もしかしたらバッティングする可能性がある。8が狼で、凶神も霊能に出て3、4も十分あり得るから、心霊がいるんなら6の位置で出てほしいかなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、結論を言うと、1番さんが若干もう発言矛盾してて、1番さんって発言の中で、6番の進行論が無駄りないから、それを叩いてる7番が印象いいって言ってるのに、最後の方に確実に6番は2周目って言ってるのが、言ってることとやってることが矛盾してるんで、現状1番さんが一番気になってますね。俺はどっちかっていうと9番寄りの意見で、6番の潜伏肯定した上で1周目から出た方が盤面固まるよねっていう意見が、俺は結構分かったから、それに対して7番が持論がはっきりしない人物だなって言ってるけど、俺はだったら7番さんってもっと6番さんを猛烈に釣り寄せばいいと思ってるし、7番自身もなんか色を見せない、持論がはっきりしない人だなと思ったんで、それを叩いてる9番っていうのは印象良かったですね、僕は。だから発言というか考えが合わない1番さんを釣りたいなって現状は思ってます。3番のプレイヤーが発言します。私も9寄りの思考なので、2番とグレスケが合うかなって思ってるから、1番さんとはグレスケが合わへんなって思ってる。7番の発言で採しろってとても思えなかったんだけど。で、6番さんが言ってることって9番がちょっと私とは違うなって思ったのら、6番さんって自分の位置で出てもいいけれども、自分の位置で出たら、自分が色を落としてないから覚悟してくださいって言っているから、6番さんって一周発言聞いて、誰が役位置とか、その発言を聞きながらおかしいこと言ってる人考察すればいいだけなんじゃないかなって思ったから、その点は6番さんに気になっているところだけど、7番は6番の発言を全然理解しようとしていない人物だなっていうふうに思ったかな。だから7番を採しろとはとても思っていないぐらいですかね。2番とはグレスケが完璧にあって、1番への指摘がクリティカルかなって思いながら聞いていました。以上です。4番のプレイヤーが発言します。4番です。こんにちはってとこですね。すごいな、もう皆さんやる気満々で。1番から2番、3番と明確にもうしっかり色付けをする思考を持ってるっていうとこすごいですね。6番の発言聞いた後に7番の発言聞いたら確かに理解はできたけど、2周目許容してるけど1周目に出てほしいってブレてる感覚あったかなと思ったけど、9番の発言聞けたら、6番の発言の仕方から、1周目の方がより精査ができるっていうことに対しても俺は許容できたけど、すごいね、明確になんかラインが出来上がってる感じなんだけど、6の発言に対する精査に対して、6、9、2、3と7、1で分かれてる感じか。いやいやいや、すごいですね。判断が早いなと思ってますけど。以上。色な、落ちてない。5番なんかどっのちプにもレイつヤーかがない発言ね。します。はい、村人陣営でした。まあ、6番は普通に進行論。ただ6番って陣外に結構有利な進行論言ってるのかなって、まあ、両面性差取れると思うんですけど、まあ、6番がいいっていう人もいれば、例えば6番狼でここで2仕様にならなかった場合、じゃあ狂人が出てくれよ占い師でっていう6番の問いかけにも俺は見えたけどね。だから6番って狂人はなさそうやなぐらい。7番は6番の進行論に対してなんか深掘りをしている、そういう姿に関しては印象がいい。だから8番が7番にとった要素に関しては俺はいいかなって思った。8番の7番の見方がね。9番に関しては6番の進行論で明確に白いって言ってたけど、6番の汲み取りは良かったが、9番視点6番それで白くなるかって思ってるから9番に違和感。1番は主観の押し付けやなっていうぐらい。2番に関してはね、何やったっけな。7番が6番のことを叩かへんかったから、いや7番狼で6番のことを進行論だけで叩けないと思いますけどって感じです。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。出てきます、出てきます。はい、騎士ね。はい、申し訳ないけれども、
7番に関しては僕の最後の方の発言ちゃんと聞けてないと思っているので一応伝えておきます。僕こはれもうカマリーチとしても出ました。9番7番1に周関目してだでっけれて言どっても、る僕やん。は決め打つ段階、決め打つ盤面が来たとき、決め打つ盤面が来たときに、役に関する精査を深めればいいかなって思っている。この盤面においてもグレーの精査を伸ばすことによってその人の色が落ちると思っているって信仰を持っていただけね。はい。まあ、9番に関しては、9番1番に関しては、正直まだわかんないかなって思っている。僕はグレー精査で、その人のグレー精査がしっくりくるのか来ないのかっていう発言で、僕は審議差をつける人だから。はい。ぐらいかな。まあ、現状気になっているのは3番かなって思っている。4番に関してもだけれども、4番は結局、ラインが見えてる、浮き彫りになってきたよね、だから何って感じの質問、疑問を僕は投げかけたい。3番に関しては、6番に肯定しつつ、7番も最白げ、奥思考が見えない1番を吊り寄す構図っていうのは、2番と同じって言ってたけれども、2番の精査では、2番は9番は全体的に良かったという発言、3番に関して9番には若干の6番の取り方が違うのではないかって発言を残しているのに、3番って2番に対して精査甘いんじゃないかなって思ってるから、完全に一致ではないと思っているぐらいかな、目線として。はい。だから現状釣りたい位置は3番、4番、3番、4番。はい、霊能者も2周目の後半位置の発言聞けないから、まあ頑張ろう。7番のプレイヤーが発言します。俺、率直なことを印象言って、4番って役職じゃないんやと思った で、今から9番さんの発言が来るんだけど、9番さん思ってること当ててあげましょうか。5番さんに対して思ってるんじゃないですかね。5番さんは、何したっけ、9番が6番に対して白いって言ったけど、それは早すぎんかって言ったけど、9番は6番に対して好印象って言ったから、そこは発言矛盾して塗り替えられてるよってこプとロを、多分交9換番さはん5み番にたい対しだておそらと。く思っているはずです。そこは6番さん突っ込んだ方が良かったんじゃないかな。で、殴るんだけど、2番さんに一つ言いたかったのは、1番さんって発言矛盾してた？俺、全然わかんないんだけど、その6の進行論が無駄になくて、それに突っ込んでる7が白いって、まあ、1が7白を持ってるっていう以前の問題で、それのどこが印象、なんつうの、発言が矛盾するのかがわからなかったんだよ。黒子さんギフト3あり番がとう。は、3番は2番が1に叩いたところがクリティカルだって言ったけど、そうか？全然わかんなかったんで、そのどこが矛盾してるのかがわからなかった。それを教えてほしいかな。あと4番もなんかすごい俯瞰してんだなって正直思ったから役職っぽいなと思って、5番は9番のことを、なんだ、白いって言ったけど多分印象がいいっていうふうに9番は言うはずです。なんとなくわかったかな。8番さん、釣り位置2本ぐらい上げたらいいんじゃないですか。8番のプレイヤーが発言します。7番さん、黒いな。まず、5番へのツッコミって別に9番を返しておこうかなっていいと思うし、2番が1番にとったその発言矛盾っていうのを6番が白いって置いたところで、色なし、2周目って置いたところを発言矛盾として取ってるから。7番が今言った2枚のツッコミっていうのはおかしいしっていう感じで、7番簡単に黒塗りされちゃいそうなんだけど、村だったとしたらね。ただ片白月進行は僕は取らないでいきます。まあ頑張って精査しましょうっていうことですね。3番さんに言いたかったところっていうのは、6番さんに僕の言葉よりもうまく言われてしまいましたね。なんか僕も同じところで3番さんには引っかかってたなって思います。4番さんもなんかこういう言葉あんま使いたくないんだけど、俯瞰で見てるなっていう感じがあったね。5番さんはまあ今7番さんが言ったところはまあ確かにそれはそう、合ってるは合ってる。2番さんはどうしても真っ当位置だよね。真っ当な意見を言ってるなっていう感じがしちゃうねっていうところだけ僕は残しておきます。片白吊り進行は取らないでいきましょう。2から5、はい、発言して決めましょうか。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6、占い6白ね。6番さんが白いって言っていたのは、まあ、こういう理由もあったということですね。で、6番さんっていうのは、1番さんがおかしいのは、
6番さんで村利のないことを言ってはなくて、潜伏は認めるけど村には1周目出た方が色が落ちるから1周目出た方が印象がいいよって言ってるから、どこが村利がないのかっていうのは正直わからなかったし、7番さんの1周目の発言でも軸がブレているっていうふうに言っていたから、6番さんの組み取りをできてなかった人物だから僕は黒いおかしい気になるって言ってますね。だからその時点で1番さんっていうのは7番さんが黒くて、過去にいた狂人もあるし、まあ、だから7の囲いはあるかなと正直思って、7番さんで結局9番さんどうのこうのどうのこうのと言ってたけど、なんかちょっとすり寄ってきてんのかなっていう印象はあったかなと思ってますね。で、グレーに関しては正直2、3に関しても9より9よりしか言っていないから、占い師が使用した時にどういう目線を落とすかなっていうところが正直分かる。だから3、2、3っていうのは2周目1、4番さんで俯瞰してんだなと思っていた。5番さんに関してはなんかいろいろ触れてんなっていう印象だからこそ、まあ、5番さんの共鳴ってあんのかなっていうのは一瞬ちょっと思ったかなって感じかなっていうぐらいですね。まあグレーだから結局気になったのは、まあ便乗値の3番かなんかよくわからん俯瞰しての4番かなっていうぐらいかな。まあでも 2-3 周目なんで 2-3C と発言聞きます。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分潜伏してました七白です。なぜ潜伏したかっていうと、三白の方が絶対強いよね。村有利になることと、聞こえない？うっそやろ。くそ。なんかよこれ。ほんと騎士出たのがやべえ。これきついなぁ。なんで聞こえんくなるんやろ。この大事な時に。三釣りたいね。あれ仲間入れてると思うよ。三級人狼。三級人狼二強やろ。これ三級人狼二強見えたけどなぁ、めっちゃ。そうそう、二の発言が危険のがいて。ユニアンさん、絶対これ黒いよ。そうそうね。くそ、ちょっと2の発言聞けんのが痛い。便乗しかしてなかったよね、あれ。2に。まあ、4がちょっと俯瞰視点だったのわかるな。5は白いわ、9叩いてるから。同窓した時点で黒いと思ったって。予言者か、セジュンさんは。セジュンさんは予言者か。ほう、今日はどんなプランなんだい。ああ、ソーシャルディスタンス。単純にめちゃめちゃ黒い。だから占い師屋さんでは9番の言ってることがおかしいから9番の方が偽だと思ってるけど、単体で7番がおかしいんで、1級は正直まだ現状を決めかねてるって感じですかね。まあグレーでの釣り位置は5番はやっぱり表面を釣れるっていう意味であんまり5番釣りたくなくて、3番4番の話はもちろん聞くけども、現状はグレスケがってる3番よりは、まあ、4番の方に行こうかなって感じですかね。うん、4番の単体の黒要素っていう黒要素は、まあ、釣り位置言わないぐらいですけど、ただ3番とグレスケ合うんで3番釣りたくないんで4番行こうと思ってます。占いは9番がちょっと評価合わないんで、まあ、9番の方が偽かなと思うけど7番が黒い。3番
のプレイヤーが発言します。1周目の発言聞いて 100% 4ずりかなって思っていました。その理由って4番手狼を探す気がないから。私は6番さんにアンサーすると、6番さんの1周目の進行論って自分の位置で出てもいいよって言いながら、最後に自分色落とせないので覚悟してくださいよっていうところが引っかかるって言っただけですよ。それやったら一周人の発言聞いて、まあ、自分のところです出てくるんやったら、それでもいいよって言うんやったら、一周人の話聞いて怪しいところをその位置で上げたらいいじゃんって思ったから、それがアンサーです。それが引っかかる点ね。4番は狼探そうとしてないでしょ。私狼探そうとしてるから、マジで。4番って1周目の発言って何？もう早いな。6番、9番、2番、3番のラインで、7番、1番のラインですかっていう考察しかしてないやん。何の発言して色落としたん、この人。で、1番さんの発言聞けてないけど、9への指摘が2周目も2番さんとグレスケ完全に合うんやけど。だって9番って人の話全然聞いてないから。マジで。3番、便乗して。2番、3番がなんで一緒くたなん。で、なんで2周目1なん？こんだけ発言してて2周目1はマジでないやろって思ってるから、9番にせやなって思ったよ。2周目の発言聞いて。1番さんの発言聞いてないけど、9の方が全然新芽ないわって思った。2周目の発言聞いて。あ、4番釣ります。7番強人なんちゃうかな。1番新やと思ってるんで。以上。4番のプレイヤーが発言します。4番です。こんにちは。ってとこですね。カルシウム足りないな、3番って。すごいね。めっちゃ怒りまくってんじゃん。いやー、まあまあ分かんなかったからね。6に対する精査に対してラインができて、6の考え方に対しては両方とも共感できる視点があったわけだから。難しいね。どうなんだろう。9番は明確に6番への布石を出してたが、1番に対しても7番を、共感できる視点持ってたから、共に布石は出してるっていう場面だから。どちらかというと、1番に対する、指摘をし共感できない観点から2と3は1に対して切れるのかなと思ってたんだけど、ここで明確に9番を人外視する思考、2周目の発言からを人外視してるっていう思考だけど、そうなのかな、よくわかんないですね。2番に関しては、9番の発言を汲み取って、5番が強靭目がないっていう観点持ってたのに、5番を釣り位置外して強靭目は外したいっていう思考を最終的に落としたのには違和感だったけど、どうなんだろうね。分かりませんわ。釣られるのかな俺。2か3詰めた方がいいと思うんだけど、 LINE 見れると思うんだけどな。どう？明確にこの人たちは私を釣り押し、9番を人外視してる盤面、冷たいなと思ってますけど、厳しいかな。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。7番視点でのグレイチの、まあ、釣りたい位置を言わへんかったところが臭い。7番に関しては片白い位置、かつ7番の話の中で 2,3,4,5 で気になるところを挙げてなく、8番になんか委ねた感じが、7番がヘイトを飼いたくない狼に見えるっていうのはわかる。9番に関しては、でも9番視点に立ったときに、2番と3番って言ってること同じよねっていう理論に関しては、まだ分からんでもない。2番のグレースケールはだいたい3番一緒、でも6番への、まあ、視点の向け方は違いますよねってなったときに、9番新視点に立ったときに、2番、3番って同じようなことが言ってる、3番が若干乗っかり位置じゃないかっていう9番視点にはまだ立てるから、9番、1番の3なんてまだ分からないです。日にちを重ねた上で精査をしたいなと思ってるから。しかも1番の話は聞けてないからね。そこで2番が9番だけにそこまでヘイトを向ける、7番にもヘイトを向ける、若干3番の票を取りに行ってるような感じ。3番はね、あんまり狼っぽくないよね、まあ、これは僕のフィーリング精査等も含めますが、3番がね、なんか感情的になってるような感じがした。それで2番の発言が気持ちよくなって、2番が狼やった時って3番で利用されそうやなっていうムラに見えた、俺は3番がね。あと2番の発言で気になったところって、5番が強靭じゃないっていうのは、強靭
馬ありそうやなって9番が5番に対して精査を伸ばし、2番視点でいやそうか5番が強靭やったら出るやろうみたいな感じのことを言ってたのにもかかわらず、2番の最後って5番のことをまあ強靭もあるかもしれへんし、なんか5番は釣りたくないなって結論が全然わからんかった。2回全プレイヤーの発言が若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。3が釣り寄りあるかな。4釣られたら3占い、3が釣られたら4占いでいいかな。うわ、2、まあ2強あるな。1、2、3が4か。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。は？俺ら、マジ？いや、マジか。昨日の2周目の4番って明らかにおかしくて、4番って2番3番がじゃあライン繋がれって言うけど、じゃあどっちの占い師ですか？9に入れたか。2番3番がじゃあ9番に対して偽って言ってるから、2番3番がじゃあ9番と繋がってて1番にすり寄ってる構図に見えるんですか？4番視点で。4番が2番3番を詰めたい理由もないから、俺4番普通に釣りたかったんですけど。で、あと5番にめちゃめちゃ捏造されてて、俺って5番は、9番が5番の強靭はあると思うって言ってる発言で、いや俺が、いやでも5番の強靭ないでしょ。で、5番の俺は共鳴も釣りたいから5番は釣りたくないっていう発言をしてる。だから、5番の発言は捏造です。今日だって5番釣りってないと思うんだよ。5番って占い位置ではあって釣り位置ではないから。だから1番ヘイトを買わないようにやってる。まあ正直7番も気になるけど、単純に1番が死んだと思ってるんで7番は白なんでしょう。はい。いや、どう考えても4番のヘイト管理がめちゃめちゃ狼身に見えますけどね。どうでしょう。じゃあ6番はちゃんと8番を守って僕の白を村に証明してくださいね。俺を釣ったんだから。6番も俺投票してるよな。6番って俺投票してるよな。うんうん。じゃあ、この村に白を落として、まあ、服だけに白を落として帰ろうと思います。9番が偽だと思ってて、グレーでは明らかに4番が臭いと思ってますよ。はい。5番は捏造あるけど、そんなに黒く思ってない。かな。うん。まあ、1番が死んだと思ってるから7番は白なんでしょう。9、4ローローって露骨すぎるからないと思うけど、俺が9番に設定して4番が俺を釣り寄すのが9、4ローローにも見えるけど。夜が更けました。さあ、4占いしかないよ。占い師の方は、若者よ。みんなリンゴ飴やのに結論を急ぐな。リンゴ飴、よーい。占った対象は、ほらー、リンゴ飴。あ、光さん間違ってるよ、高月さん。みんなゲストありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。すべきものでは。6、7番のプレイヤーが発言します。あー、隠し色になっちまったか。あー、これどうするかな。あ、ギフトありがとう。なんかね、4番9番が強靭でも狼でも俺に黒打ちそうだからな。んー、ちょっと待てよ。4番黒か。どっちだろう。いや、わからんなーこれ。いや、あとね、ちょっとすごい気になるんだけど、1周目で9って6に対して白って言ってる？ 1 周目で占い結果が出る前。なんか、4番さんとかは白って言ってるよって言ったけど、俺、メモだと好印象って書いてんだよ。ちょっと違うくね？白と好印象って。てか、なんならだいぶ。1番さんみたいに、なんか、7最初っすみたいなことを言ったら、まあ納得はできるんだけど、フラグ打ってたって4番さん言うけど、うわ、これ4が強靭とかだったらクソだりーな、これ。いやー、どうしようかな。俺4強靭だと思って釣らなかったんだよね。1日目クローム近かったから、ごめんね、2番さん。発言聞いてきて、いや、なぎ、4いきそうだな、これ。8番のプレイヤーが発言します。
村番さん、本当になんか強人見えちゃうから、いや村だったら頑張ってもらいたいなと思ってる。1番さんに関しては、昨日からの発言が切れないのが痛いもんで、どういう思考の流れで4番占いに至ったのかっていうのをちゃんと話してもらいたいですかね。そうね、一応の欄になるんだけど、2番さんが最後言って4番さんの兄さんから冷たいっていうのは分かるんでもないなとは思ったんだよな。LINE 見えるっていうのは兄さんに誰がどう入れるかで LINE 見えるっていう話なんじゃないのかなっていうことなんだけど、まあまあなんかの俺もあんま説明できないな。5番さんに関してはね、3番さんがなんか自分でもそう、感覚精査って言ってたんだけど、それはどうかなって思っちゃうな。僕はなんか3番さんのそのあんだけに4番釣りたいっていうのは、あんまり理解ができなかったし、村感情で言ってるようには思えなかったから、なんか3番投票しちゃったんだけど、まあまあちょっとフラットにして考えます。はい、すみません、なんか役立たず霊能ですけども、しっかり考えますわ。一応の欄で9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ7番さん占って白でした。はい、だから僕ラストウルフは3番かなというふうに思ってますね。まあ、2番さんっていうのは結構不当な理由で僕を審査業すごいしてきたから、手のひらを返したように、それに対してやっぱ3番さんで便乗してるんですよね。1周目も2周目も、で3番さんのおかしな予想ってこんだけ発言してるからっていうけど、3番さんでこんだけ発言してるもクソも2番と会うしか言ってないんです、基本的に1周目もね。で2番さんもいや精査もっとできるくねって言ってるけど、占い師じゃなくって9番さんの方が分かるっていう発言しか結局ないんですよ、2番、3番って。だから、すり寄り、うんぬんかんぬんも分からない。結局ね、僕は占い師っていう自称してなかったから。その時にね。だから、2番、3番、3っていうのは2周目1。4番さんは俯瞰視点でおかしいな。で5番さんは全方向に優れているから強靭もあるのかなっていう説ね。7番さんで囲われているのかな、精査を落としているから。だから結局は不当な殴りで結局叩いてきてるんですよ。だから5番さんが言ってくれた通りです。でまあ、この発言と5番さんで話を聞いてる人物が興味はないのかなって思ってはいるし、まあ、3番さんがラストウルフ1って、まあまあ、7番さんがあって強人かなぐらいで、まあ、1、3、狼かなぐらいかなとは思ってますね。うん、ただまあ3番さんはまあおかしな発言で、まあ、結構叩いてきていて、結局だからそう言われたからこそ殴り返し感情的になって、で結局2番さんに便乗してそこで今ここぞっていうぐらいで叩いてきてるとかね。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず4番さん占った理由なんだけど、まずね、9番が6白い、1が7白いって言って、2と3が9、1を釣り寄したんよね。2と3が1を釣り寄して、4番さんだけ色見せなかったのよ。4番さんがすごくラインが見えてるって言って、どっちにもつかなかったのね。4番さんだけどっち陣営にもつかなかったからめっちゃ黒かったのよ。どっちかにつくと2攻めに追われちゃうから4番さんってついてないから狼探してないよね。そこが4番さんの黒要素。あと5番さんが白かった理由を言うと、まず3番さんが一番キーポイントで良かったのが、3番さんが1のこと新目に見てるっていう発言が良かったんで、これ5番さんが号泣人狼だった時に、5番さんって絶対3殺しときたいんよね。号泣人狼の時。3が1を神明で見てるから。だから5番さんを占ってない。で、だから4番さん占って黒ね。で、俺は4級人狼の7強だと思ってる。で、9番さんが言う3-1のラインはないよ。3-1のライン、ない理由言うね。まず、自分は9番が黒いって言ったよね。自分は9番が初日釣りたいって言って、2が1釣りたい。3が1釣りたいって2の便乗で、3は初日1釣りをしてるからね。3-1のラインなんてないから。3-1人狼のラインはないです。今日は4番さんに行ってください。3番のプレイヤーが発言します。
100% 4釣ります。9番の今日の考察でもう4番釣りしかしませんので、私5-1ローローも考えたりしたよ。2周目9、2周目じゃあ今日の段階で9番が5番に狼っていう風に言えたら5番ちょっと迷ってんけど、5-4ローロー9強陣もあるんかなって思ってたんやけど、やっぱり4球ローロー7強陣やなって思ってる。5番に投票したくなった理由って4番の白助してるかのような発言してて、4番のあの精査で4番に行けへんってどういうことって思って、だから5番に投票しようかなと思って、で、まあ、もしかしたらワンチャン1番が4番に白出すんじゃないかなって思ったら思ったりも考えてんけど、9番のその考察やったら4に行きますね普通に。いやだってあんな4番って全然グレー精査もしてへん、オオカミ位置も提示しない、何も探してない、それを強人っていうか強人ムーブしたオオカミもありえるし、人外確定じゃないですか5番さん。その強人っぽい人を置いときたがってる5番は4番の白助けしてるオオカミなんかなって思ってしまってんけど、それかその行為が5-4ローロー9強人まで見えてしまってんけど違うんかなって思ったわ。ユニオンさん頼むから、4番落としますね。9番のその3へのヘイトの向け方と人の話全く聞いておらんね。2番絶対釣りたくなかったわ。4番のプレイヤーが発言します。こんにちは。いや頑張るな3番さん、すごいね本当に。決め打ちの速度が速いなっていう感想だったんだけど、1番と3番のラインがなくなった構造、1番が提示してるけど、1周目には1番に対する3番は思考が違うっていう観点で釣りをしてるが、2周目には1番の発言を聞かずに9番を真っ先に釣りをしてるからしっかりとしたラインが見えてる構図ですけど、3番に関しては5番は私に対する強人扱いはしてないよ、7番がしてるわけだから、3番自身5-1のローローで追うんであれば5番に投票する意思があればいいのに、結局のところ君遠回りした会話してるけど、発言してるけど、結局のところ私を釣りをしたいだけでしょ3番って。5番に対する精査をしながら5-1かもしらんけど4番に投票したってすごいなと思ってて、いや俺はすごいなと思ってたんだよ、みんなに対して6に対する精査の仕方でここまで明確に判断をするっていうところがすごいなと思ってたんだけど、まあまあ良かったんじゃない、うん、1-2-3の陣外かなとも思ってたんだけど、2番が白結果生まれてるんであれば1-3陣陣2強陣っていうのもありえると思うけど、あの1番の発言2周目してない観点から9番を明確に陣返しする3番の思考はぶっ飛んでると思ってますけど、すごいですね、初日から1周目2周目ともう決め打ちするかのような思考してんだから、頑張る人狼さんの3番だと思ってますけど、1ゲーム5番のプレイヤーが発言します。まあどうなんすかね、まあ一音の精査やったらとりあえず僕は4に行こうかなって思考に傾いてるっていう感じかな。まあ、っていうのもね、やっぱりね3番って、まあ、俺が2番のことを釣りたいなって思った意思に関しては多分ね分かってくれてない、それで3番が5番のことを狼じゃないか、だから3番が5番に対して狼じゃないかって投げかけてるから3番がおかしいんじゃないかって精査したくないよね。3番があんまり狼っぽくないよね、ほんまに感情で動いてるような気がする。これで俺3番狼やったらひっくり返るぐらいそんな感情的な精査するんやっていう印象、3番に関してはね。だからなんか3番は2番のことがいいと思ってて、5番が2番のことを釣りをして3番して4番が怪しいと思ってて、5番が4番に釣りたいっていうふうに言わずに自分が白いと思ってる2番のことを釣りをしてるから5番がおかしいんじゃないかっていう3番のおそらく考えに至ってると思うから、まあ、3番の中での一貫性は取れてるかなって思ってるから、だから7番が隠し白になり8番が例の9-1、2で白結果、3は村へと思ってる、消去法で4かなぐらいなんですよね。ただ俺は4の2周目って別にそこまでおかしくないと思ってた、ただ3、4で比べたら4番に行こうかなぐらい。これ4つ目ったら楽勝だったんだけどね、4番の発言って、まあ、2番3番をすることによって
まあ、ライン等が見えてくるんじゃないか。例えば3、俺はね、ここまで深掘りするんやけど、例えば2番オオカミで3番の村が、なんかね、利用されるんじゃないか、そういう点も合わせた上で、俺は2番を振りたかったぐらいっすよ。はい、全プレイヤーの発言が終了。あれの響きか、これ7は1入れるやろ。強靭やけん。頼む。うわぁ、霊能者。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは1番プレイヤーに追放されました。霊能はどっち入れた？追放してください。霊能 8？ あぁ。3番さん、え？あ、3は4いってるんやろ？霊能者さん、霊能者さんまず31のラインなんてないって。だから2がね、初日1釣りをしてんのよ。3が1釣りをしてるの1周目聞いてた？ 3 が初日1釣りをしてるから31のラインなんてないって。で、3番が狼で1のこと神っぽいって言う？ 31 で。いやもうこれ初日4番釣ってたら楽勝やったやん。4番さんの黒要素ってまずどっち陣営にもついてないことね。俺が7白い、9が6白いって言って、2が1釣りたい、3が1釣りたいって4番はなんかラインばっかり言って、どっちのラインにつくのっていうの一切言ってないから。そこで4、だが5番さんも4釣ってほしかった2とか。釣らなくて、しっかりにって初日から釣り位置言ってたじゃん。もう7が今日だよ、明らかに。いやーこれやっぱ初日が重要だね。初日4釣れたら楽勝だったのに、ここで釣れてないっていうのか。まあ8番さんこれ噛まれるけど、まあ色見て愕然とするでしょう。夜が更けました。人狼に気をつけてこれで負けるんかよ。やっぱ霊能者って重要だね。やっぱ騎士出るのもほんと、夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。89番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。3黒ね。そう、7が出なかった。ね、3番さんのおかしな要素言いますね。3番さんっていうのは今日の時点で51狼を考えたのに、その考察をするんであれば4釣りますって言ったんですよね。なんなら3番さんが黒を出されたかのように、しかも五一狼なんて考えてなかっただろうし、そんな後付けでしかないんですよ、ね、いや、そういうところを分かってほしいかなと思ってますね。強靭の方が言うんですから、だから黒も出て感情的に返しているところ、結局は強靭の方がしっかり芯を分かって投入してる。五の票が欲しかったんじゃないのかなって思う。これピンピンよっていうぐらいですかね。で、1番さんに関しても LINE はないよっては言っているが、 LINE はあったから、それは4番さんが説明した通り、その LINE は最初1周目はなかっただろうけれども、それって最初1周目に LINE を切っていって後でつないでいく方法ね。1の話も聞いていないのにもかかわらず、2の便乗で3番さんっていうのは急に手のひらを返して、これはノリでいけるっていうところで9の偽師匠をし始めた。なのにもかかわらず昨日の時点で51狼を考えたって言い出してる。いやいや、もうまあ2の今日あるけどね。結局だから今日叩いてたから、っていうことを分かってほしいかな。黒かったでしょ、ね、力っていうぐらいかな。なので今日は3番さん釣ってください。今強靭で落ちてなさそうなので、例えばこれで強靭が生きていて、例えば安定釣りとかされて PP を起こされたら困るので、3番さん言ってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。まあ、ユナさんも黒かったけど、なんで初日に4番マジで落とさへんの。4番って一個も精査しとらんし、どこからもヘイト買うような行為してなくって、
4番と9番で揃って3番に黒塗りしかしてへんやろ。2周目じゃあ昨日か。やらかしてくれたね、5番さん。マジで。なんで2番に利用されなあかんの？わけのわからん考察マジでいらんわ。別に利用されてるとも思ってなかったし。めんどくせえな、もう。7番強人やろ。これで5、4、ローローやったら笑うねんけど。まあ5番は昨日4番に行くって言ってるから5、4、ローローも否定されてると思ってるから、4、9、ローロー、7、強人でしかないと思ってるよ。あ、マジで、確定の黒は4番なだけです。で、4落としてほしいねんけど、まあ7番強人やろ、マジで。2番さん落としたらあかんで。人の話一番聞いとったやん。9番が何も話聞いてないやろ。で、4番も昨日の段階で人の話全く聞いてへん。別の話しとるしな。私が言ったことと。5、1、ローローもあるんじゃないかなっていうふうに考えたりもしたけれども、まず5番が4の白助起こしてるかもしれへんから5番に投票しそうになった。っていうふうに思ったし、9番に対し言ったのは5、1、ローローもあるかもしれへんから5番にて、ごめん、もうちょっと時間ないわ。決戦やったら決戦でも言う、ちゃんと言う。4番のプレイヤーが発言します。いや、けど白崎教授に多いな。足りねえんだよ。もうちょっと落ち着いて喋ったら3番。なんかイライラしてるよ、本当に。ダメだと思うよ、そういう考え方も。いや別にそうやって五一老老で思うんであればその思考回路を残しとけばいいじゃない。結局のところ五一老老かも五一老老かもしれなかったけど結局のところ4番釣りをしてで最終的に4番を明確に出ないしてこれ6も出なかったら7かまえた可能性ますか3番さん。結局のところ遠回しに話してるけど結局あなたの目線ってもう私を人外視することだけしかないんだから、どうなんだろうね。1番強人、3号人人という目線もあるけど、1番が明確に黒結果を2日目に落としたことで、1番の人狼のことは高いのかなと思ってますけど、審議を外してしまった5番、強人目っていうところも十分あり得ると思ってますけど、露骨に3と5のラインは見えてるんだけど、ここまで精査を外してるが、狼には見えないっていう言い方を5番は3番に対してしてるわけでしょ。そこまで露骨に人狼擁護する5番って何者なんだって思うと強人目っていうのもしっくりくるかもしれないっていうところ、まあ、分かんないけどね。まあいいや、走り出したところなんだからここで安定進行なんて求める人なんていんの？恐ろしいよ本当に。3番つったら勝てるんだから大丈夫かな。3番さん5番のプレイヤーが発言します。まあ3日目の3番に関しては若干オシドを作ってるけど3番が狼に見えません。ごめんなさい。僕の結論はね、まあ、7番強人やったらもう早めに言って、いやね、3番の発言の中でいや5番1番で見えるっていうロジックは言っとったからやけど4番がおかしいから4番に行きたいな、だから1番が死んではないかって結論に至って5、1、ローローも見えて1日目の段階で5番に行こうとしたけどやっぱり4番の方がおかしいな、だから4番に行った。1番が4黒結果、4白結果を打った時って1番の新芽も下がるが1番が4黒結果を打ったからみたいな発言やろ。3番は一貫性あると俺は思ってるけど、ただ3番の発言の中で4番だけが確定人外やからって、3番って9番に黒を出されてるから9番も人外確定ですよねって僕はシンプルに思いました。かつ2番白結果、6番騎士、8番霊能ってなった時ってどうですかっていう話なんですよね。どうなんやろうね。2番人外やったんかな。2番強人、7番強人やったらもうこの場面で言ってそうやけどな。あと4番の発言の中でおかしいところ言うとこか。3号狼、1番強人っていう目線ある？それやったら8番なんて構わんよ。それで1番に白外科落とした後で戦うやろ。8番なんて100億パーセント構わんよ。それでは9番間の方がマシじゃねって俺は思うけど。はい。だから3番4番の際で俺はなんか3番が狼っぽくないなと思ってるから4番が狼やろうなっていう精査。だから昨日は4番に行きましたぐらいですよ。7番強人やったらもう遊ばずに出てきてください。はい、村です。7番のプレイヤーが発言します。
遊んでないっすね。どうしよう。俺4行きたいな。ちょっと待ってね。まあ教授目線4行っても価値格やけん。もうどうせ。いや昨日の遺言を聞いて一番さんのなんか新芽が上がったなってのは思ったんです。その一さんのラインは確かに初日はなかったんだけれども、初日の1週目に限ってはなかったんだけども、初日の2週目に関しては2番さんは9の新規量を唱えてるからね、3はそれに乗っかったような形を取ったから、初日の2日目は1、3ラインは確かにありました。それを4番さんが言ったから、まあ納得はできたかなと思ったんで、一旦1に行ったんだけど、4番さんが、あれてか、遺言が、1番さんがまあ結構新芽っぽかったので、まだ2で今日で落ちているのであれば、取り返しはつくと思っているので、今日は自分4番さん行きます。3番さんも4番さんに行けるし、5番さんも村だったら4番さんに行ってください。最後の望みをかけさせてください。4番行きます。なんだ今日やろ、たぶん。どうせ4つって強制しよう、するやろ。まあけど2の今日もあったけどね、俺叩き不当だったから。いや2が今日なら4釣りよさんやろ。強人使用するやろ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはだよな。4番の遺言を発表してください。安定でいくからね、強人は。ああ、5番が先般かました盤面が生まれてとんでもないやつだなと思ってますけど、7番の強人が精査を外してくれたおかげで1番が釣れた盤面が生まれたんですけど、え？そういうことであれば、え？一三人人の七強人五番が無能村っていうのが透けた盤面ですけど、まあまあいいんじゃない。確かに俺はライン精査して別に人狼を探してるっていう感覚はなかったと思うけど、それよりも一番が出してる理論としてラインがないっていうことはないんだから、それに3番の思考を固めた感覚も人狼そのものだと思ってんだけど、5番さん。いや、もうちょっと俺頑張ればよかった、5番さん。まあ、しょうがないっしょ。しょうがないね。3番にあれ、3番のあの発言で5番がもう初日から思考6固めて村決め込んでんだから、しょうがないよね。いや、5番の強靭目があるのかなと思ったんだけど、まあ確かに私が見た1の強人3号人人という目線はない。まあ俺ないってこと言ったんだけどね。その上で、5番の強人目を見えたっていう発言したんだけど、おばさん。から苦しい試合が続いてな。せっかく村が勝ちに導いて8番がしっかり陣外の1番投票してくれてるのに、7番みたい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これね、6、8がもうちょっとね、しっかりしてたら初日4釣れたんだと思うんだけどな。いや、こんなんじゃアルティメットできないよ。急に村でこれやけんね。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい。初日に4番落とさへん村ってすごく失礼やと思うで、2番さんに対して。もう一回言うね。初日に考察もしてない、狼も探そうともしていない4番を落とさずに2番を落とすのってものすごく失礼な行為です。で、4番って3番にしか兵と9番と揃って飛ばしてなくって、5番さんにやっと昨日の段階で兵と飛ばしたやろ。7って5に行けばいいから。
私は5番が4番に行けへんのって4番の白助を起こしてるんかなって思ったから5に投票しようかなって思った。9番が3番にしかヘイト飛ばせずに5番にヘイト飛ばさへんのっておかしいやろ。13人狼だったとしても5はないから。もし9番が5番にヘイトを飛ばしていて5番が狼かもしれんっていう考察を残しとったら私5、1狼狼も見れてんけど、あんな考察やったら4、9狼狼スケスケ、7番狂人やろ。昨日の発言からしても7番が自分狂人じゃないんで2番狂人やと思います。5番さんの発言ってどう見ても狂人じゃないでしょ。それが言えない7番が狂人やと思ってますけどね、普通に。9言ってください。まあ、9番は7番当時投票して投票するしかないですけど。はい、以上です。2が狂人だったら黒い4に入れれ、5に入れるやろ。まあ、人間間違うことだってあるでしょうと思って、俺はいつもやってるんで、あ、これで4番が村、3番が狼やったらしゃあないな。っていうぐらいで僕は思ってます。まあ終わった後は僕は楽しく終わりたいんで、まあ4番さんがなんか先般うんぬん言ってたけど、俺は3番4番で比べたら4番の方がおかしいな。1周目の段階で2、4比べた時、まあ、2番4番というランテージをして、まあなんで2番に行ったのか、まあ3番が村に見えていた、若干村に1番見えていたところから、2番が陣外やった時って3番めちゃめちゃ操られそうやな、そういった意味でも2番落としといてもいいんじゃないかなぐらい。まああと1周目の4番の2番3番つって色結果見た方がなんかいいんじゃないかっていうのは若干飲めたからっていうぐらいですね。まあこれは人の価値観の違いですね、3番と5番のぐらい。はい、7番のプレイヤーが発言します。なんかこれずっと言ってるような気がするんだけど、これ何だ9番さんって6にしろって言ってないと思うんだよ。初日の1周目俺結構それ結構結構苦手な決め手だと思うんだよ。白って言ってないから絶対に6に好印象って言ってんのね。それをそれはどうでもいいから、少なくとも4はねじ曲げてる。6に対して好印象って言ってるから、4は1が7に対してフラグを打ってて、9もフラグを打ったって言うけど9はフラグ打ってないと思うんだよね。もういいよ、さっさ5行って座ってくれよ。どうしよう。じゃあ9番さん僕投票してくださいね。9番のプレイヤーが発言します。はい、今日は3番ね。3番さんっていうのは感情に対してみんなの心情でなんかこういうふうに言っているけれども、3番さんっていうのは、4番さん3番さんにしかヘイトを向けていないっていうふうに言っていましたが、3番さん自身も基本的には急に9番にしかヘイトを向けていませんね。で5番さんにヘイトを向けたとしたら、その2日目かな、51オオカミも買って51オオカミも考えたっていうようなところで、いきなりちょっとそこにヘイトを向けただけでそれは違いますかね。今日は3番さんオオカミなんで3番さんに投票、3番投票。7強人だったら5投票って言ってるけど、もう7分かってんやろ、3の白要素は。これ7もらな。投票が終了しました。2強追放されるプレイヤーは9番、ゲーム終了。うーわー、村人陣営の勝利です。めちゃくちゃほら2番7番の最後だけ強人らしくないなってちょっと思って、2番強人やったらいいなって思ってたよ。ほら言うたやん、2番おかしいって。だから2番が陣外やった時、俺は3番が強烈に村に見えてるから3番の擁護するために2番釣りやって。うーん、だから言ってるやん、3番はめちゃくちゃ村っぽかったよ。
だから2、4の精査でよかった、俺は1日。何なんすか、これがよかったよ。知らせてよかった。ちょっと教授視点だと4番がめっちゃ白く見えたんよね。え、教授視点 4? まあ3が黒かったよ、教授目線。多分狼目線は、あ、狼というか村目線は4番が狂人に見えると思うんですけど、2番視点は4番が狼でそれやってると思えないから。え、2番はこれ1、3乗った。いや、これね。逆にさ、2番視点って、2番視点はどこ狼やと思った？いや、俺9号やと思った、ね。え、俺そんな黒だったか？9号はないよ。だって5番さん9叩いてたもん、1周目。いやだ、俺初日はライン切りするのがやっぱ定石かなと思ったんで、9、3も見えないし、一番あり得るのは、まあ、俺9番が2セットのは分かったんですけど、5、9かなって思いましたね。いやー、2番の発言はだって一貫性なかったやんか。最後釣られた時に、あー、人外っぽいなってなったような。2番って、そう、2番って7番のことがおかしい、9番もおかしい。で、なった時の2番の釣られた時の思考って1番が真やと思います。だから7番しろ。9番オオカミ絶対ないなってなったもんな。2番視点ってあっこの発言の中で7番9番の話を聞いてさ、あの迷ってた状態のに2番が釣られて7番は絶対しろ、9番がオオカミって絶対ならん。待ってる気が捨ててん。まあけどこれ3番さん黒かったよ、めっちゃ。7番がね、9番と揃って7番に投票してっていう風に言ったら、狂人と狼で決戦にならへんかなって思ってんやんか。そしたら勝てるなって思っててんやんか。そしたら7番さんスムラやった、若干だけほんのちょびっと2番狂人やったらいいなって思いながらやっててんけど、まあほとんどないやろうなって思ってたから嬉しい。ごめんごめん、黒かったよ。逆に3番俺のことを褒めてくれる。3番さん、ありがとう。ごめんな。だからいやでもさ、2番が狼やったら負けでいいわって思ったもん。いや、2番釣られた時の発言とか全部思考を戻した時は2番人外全然あるって。俺だって2番の発言で黒かなって思ったら白やったし、焦ったもん。あ、俺喋ってなかったけど、最初の考察は三級人狼の2強追ってた。まず自分が9釣りをして、あの1釣りをして3が便乗してるから3級人狼の2強これで提出する予定やった。9番が5番に黒塗りしたら私ほんまにわからんようになってたからよかった。いやー、なんか4本が釣られに来てるんかなって思ってしまったんですよ。ね、いや釣られに来てんやったら釣ったったらええねん。ユニアンさん黒いよ、便乗しすぎよ。に2の発言と丸便乗やん。狼っていう論はないからね、マジで。7が黒いって言って。でも、丸便乗やん。言ったわけじゃなくて、全く同じこと思っとるから、しょうがないんよ。いや、でも、3番の視点に立ったときに、一貫性はあったで。だって3番って2番のことがいい。だから5番が4番じゃなくて2番のことを釣りをしてる5番がおかしい。でも3番視点4番が狂人狼どっちともあるし、精査をしてない4番を釣りたい。やのにその4番の直近の発言を聞いても5番が2番に行きたい、5番が人外に見えて、2周目の段階で1番9番の精査でおそらく1番の方が真に見えてるけど、1番が4番に白打った時1番の偽も考えなあかんな。でも1番が4黒結果、かつ5番が4番の方に行きたい。あ、5番人外目ないかな。4号で比べたら4の方が人外やから3は4番に行く。5番は村なんかなっていう3番の思考は理解できるから。うん、あと、これあとさ。臭いから3番に行くって言わんでよかった。9番さん。9番さん聞こえる？あ、聞こえますよ。これがあれ、俺の潜伏論ね。これ9番さん潜伏してたじゃん。これ5番さんが初日釣り弾けたやん、潜伏したから9と1。5の狂人目がないから、やっぱ狂人釣れてるんよね、高確率で。だから狼潜伏すると損なんよ。これ9番さん出て1が出たら多分5も釣り縄に使えたから、下手すれば5釣れたかもしれないから、結構。いや、でも俺は、僕は9番が狼っていう視点も考えながら、あれですよ、戦う準備は全部してましたよ。あ、いやいや、いや、潜伏の話ね。
だ9と1が一周目に出てたら、5番さんも釣り縄に普通に入っているけど、9と1が潜伏したことによって、5は強靭目がないってなったじゃん。だから5を弾けて強靭釣れてるのがこれでかいんよね。よかったね。ああ、しかも強靭目線、めっちゃやりづらいですからね。そうそう、強靭も出ようか迷った、2番さん。いや、自分はチャットの準備してたんですけど、9-1が同時に出たんで出るのやめました。で、なんかあんま釣り、あ、俺結構待ったよ。俺結構待ったけどな、少し。ただ僕は、あの、1番さんの票回収をしようと思ってやったら1回と思いましたね。いや、俺7強で見えたよ、もう。4に投票してないから。私が7強やと思っちゃったの。4に投票してない時点でもう強って思った。いや、でも7番の2周目の発言はまずかったな。ヨッキーさんギフトありがとう。どれどれ？7番の2、あ、あと、9番って6番のことを白いって言ってるから。あ、言ってます、言ってます。これ。言ってるよ、言ってるよ。俺はノート書いてないけど、全部覚えてるから、9番、6番のこと明確に白いって言ってる。あ、言ってた。あと、これ6番さんはこれなんで出た？乗っ取り怖くて？いや、9-1 の真偽がつかない、占いが飛んでくる無駄占いは嫌で、人狼、グレー幅広かったと思ってて、そこで騎士対抗出てから僕らがポッと出るよりも先に出た方がまあいいかなって思ったんで出ましたね。9番と若干違うのはそこやね。6番白いって私は言えなくって、6番の進行論は何やったっけ、1周目に出てこず2周目に出てきてもいいが、2周目に出てきたら自分の精査が伸びひんことは覚悟しとけよみたいなこと言ってたよね。色落とせへんから覚悟してって言ってたやんか。そこに引っかかりを覚えてん。いや、それやったら1周2周目に出てこいなんて言わずに、出てきてもいいがって言わずに1周、2周目に出てきていいって言ってんやんから、1周発言聞いて精査しいやって思ったから、それを白いって言えた9番には若干引っかかりはあってん。あ、だからそこは9番と合わへんって言ってん。あ、そうそう。いや、でもまあ、6番の組取りは多分9番が正しいと思う、そこは。いやけどさ、俺もう半周でオカメ当てたよ、半周で。そう、ただ1人の9番を取ったから、私も同じこと思ってたから、9番と同じこと思ってたけど、最後にそれだけで白いって言えるのは引っかかったかな。だからユニオンさんは外れてるんよ、1周目。え、ごめんなって。ユニオンさんは旧白木が外れてるのよ、1周目。うん、だからグレスケが合うのは9番。ただ9番とは違うのは、6番が白いって言ったところは違うっていう風に言ってたよ。いや、でも3番は結局9番1番の話で、9番が狼でしょうってやってるし、まあ村勝てたし良かったじゃないですか。4級ローロは合ってたけど、7強人じゃなかったやな。しかも強人の遺言で最後4級選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師。また職人してきた。夜が更けました。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。うわー、最初か。何言おうかな。自分一番嫌いなのが新郎新郎、占いに狼、霊能に狼が一番嫌いなんだよね。これなんでかっていうと、もう霊ロラは絶対すると思うのよ。そうなると村同士で殴り合いになるのが一番厄介なんだよね。だからそれを防ぎたいわけ。ってなると霊能者に関してはちょっと5番の位置で出てほしくて、同時に。なんでかっていうと、狂人がどっちに出ようか迷うんよね。狂人が霊能者に出て、狼は新郎新郎を狙おうとして霊能に出る全人が露出十分なり得るんで、霊能者は5番の位置で出てほしい。でも1周目に生きって出てこないで、マジで。もう出てきたら、太鼓出てきたら、多分自分も1周目に出てきた霊能者に入れるって言っとくね。本当に生きって1周目に出てくるのやめてほしい。全人が露出狙ってほしい。6番のプレイヤーが発言します。5番さんのその1番によって、まあ、5番さんはこう進路進路っていう場面をね、
自分が嫌な場面を作らないようにさせてるのかなとは感じたけど、うん、まあ、僕は役に関してはね、まあ、好きなところに出ればいいんじゃないかなと思うけどね、うん、出方によってはもしかしたら強くなる場面とかもあるし、潜伏にせよその場に出るんですよ、メイトでね、どっちもね、好きなところから、うん、まあ、そう死んだ人が好きなように、あ、ごめんなさい、死んだ人が好きなようにやったらいいんじゃないのかなって思いますけどね。はい、ないかな、まあ、回します。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、5番さんに関しては、まあ、死の進路が嫌だという、まあ、基本的に死の進路っていうのは僕レアケースの方だと僕は思ってるんですね、基本的には。だからその進路進路の話をすること自体がどうなんだろうとは若干違和感は感じました。うん、まあ、5番さんが村だとして、進路進路が嫌いで村同士が殴るっていう、5番さんが村の時の場面は分かります。その言いたいことは分かるんですが、進路進路でなんかレアケース系を追わせているような感じにも僕は取れましたかね。うん、で、まあ、6番さんに関してなんですが、まあ、その6番さんは、好きなとこで役を出ればいいっていう発言は僕も、6番さん寄りの意見の持ち主ですね。うん、まあ、好きなとこで出ればいい、まあ、基本的には僕は最初に出た方がいいかなとは思ってます。っていうのは5番さんの位置で出ると5番さんで考察って難しいと思うんですね。パンと出た時って考察が難しいと思うので、僕は出た方がいいかなとは思ってるからですね。そんな感じです。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。1番さんが白です。お願いします。まあ、霊能に関しては任せるんですけど、まあ、5番さんの言ってることも、まあ、言いたいことは分かるんですけど、多分5番さんの位置でパッと例えば霊能が2枚出て、あ、ここがこうだこうだってなった時に、あの色が落ちないと思ってるから5番が白老位置になったら嫌だなってことぐらいですかね。まあ、なので、まあ、霊能が出た方がいいと思ったら出てきてほしいかなって思ってます。で、騎士に関しては、三使用以外だったら私は出てきてほしいかな。その方が、まあ、グレー考察しやすいかなと思ってます。で、6番さんは、まあ、5番さんに関して、まあ、なんだろうな、進行路の違いで言ってたから、特に、なんだろうな、色はわからないですかね。で、7番さんが結構印象がいいなと思っていて、その結構、まあ、これは主観になるが、盤面の話をする人物って、色を落としたくないのかなって思うから、5番のことはレアケースを言ってるなっていう、なんかこう、7番の疑問点は結構いいなと思ったとこと、なんだろうな、その、まあ、5の位置で難しいって、5のケアも10番のプレイヤーが発言します。どうなんですかね、まあ、7番が5番に言った要素、8番はいいって言ったけど僕よくわからなかったんですけど、5番がその新郎新郎っていうレアケースを追わしたら、追わそうとしてるって5番に言ってるけど、5番に何のメリットがあるんですかそれって。わかります。7番がそんなのはほとんどないやろって言ってるのを5番がわざわざ追わせようとしてるって、 何しに5番はそんなことしないといけないですかねって思ってるから、なんか7番の5番への叩きは不当やと思ったし、8番がそれで7番を評価するもよくわからんかったし、8番が5番に白狼って言ったんだけど、なんでどこが5番が何、5番が自分で自分の首を絞めてる進行を取ってると8番は見えてるから5番が白狼って思ってるんであれば、じゃあ5番団体ではじゃあ現状白く見えてて、じゃあ7番が5番に言って要素って、じゃあ不当に殴ってるっていうふうには思わんかったからと思ってるから、変やなって感じしてますね。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。まあ、そうですね、現状6番さんちょっと声聞こえてなくてちょっと精査できないなっていう感じなんで、まあ2まあ、虹の意味込めて2周目かなって思っています。で、9番さんが一番白いと思っていて、自分の思っていたことっていうのを7番8番に的確に言ったかなって思ってるかな。うん、正直7番視点でその5番っていうところでそのなんか5番のその2周目に出すっていうのが5番の精査を鈍らせるっていう発言をしてしつつ、5番にそういう叩きをするのって全く意味が分からないなと思った。7番って5番の村木をしつつ5番を叩いてる構図だから全く意味分からないと思ったし、5番ってレアケースかもしれないけど、このケースが嫌だからこそ5番ってそういう進行を取ってるでしょ。そこに関して7番がレアケースだからって片付けるのおかしくないですか。5番はこのケースが絶対嫌だからこそ5番の位置出てくれって発言してるんだから、そこに関して7番タグってすごい不当だなって思ったから、9番の言ってるとすごい納得だなって感じちゃったから、現状、まあ、8番さんちょっと若干2戦目かなって思うかな。以上、2周目釣り値上げます。2番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。
グレーで一番怪しいの7番だと思っていて、5番のケアなんてする必要ないと思ってるんですよ。5番が自分でその2チーム目の5番の位置で出てきてほしいって言ってるんだから、全然大丈夫ってことなんじゃない？5番的には整理できるから、そういう整理できるできて、そういう信号が強いから5番が言ってるのであって、7番の5番のなんかその盤面に濁るから5番的にやめた方がいいんじゃないっていうのが、まあ、7、8どっちも言ってたんだけど、それはなんか違うかなと思って、グレーで一番相性の7かなって思ってるけど、9番も、まあ、なんか7、8がおかしいから9がすごくまっとうに見えてるなと思ってますね。で、グレーで、うん、だからグレーで一番怪しいのは7かな。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営、特に使用ないです。5番さんは強靭はないかなっていう印象だったかな。まあ思考開示でだったか、まあ進行論というかね、だっただけなんで、5番さんなりの考えでそれ言って進路進路の盤面作らせたくないみたいな感じだったんで、そこに対してあと92かな、あと8もだけど、7に対して若干叩き入れてたって言ったんだけど、7番さんは叩いてはないっすね、多分叩いてはないっす。ただ意見が違うなって言って6番寄りだよねって7番さん自身は言ってただけでかなってとこっすかね。現状、そうだな、76と129っていうのはなんかラインみたいなのあんのかなって思った感じっすかね。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。俺5番の言うこと全然いいなと思っとって、なんかその5番目線に考えに行くとか別にそういうの、まあ、5番ができるってわけでいいかなと思ってます。で、2番2点けど、なんで7返しだけしか言ってないかなと思って、それに関しては見くるかなと思ってます。若干な。で、3はなんか素晴らしいをしてるし、ここは強靭じゃないみたいな、まあまあまあ、けどそこで素晴らを出すってのが普通に意味わからんかったかな。そうやな。で、6は何言ってるか分からんかった。で、7、8、9、1。なんか7がおかしい、それに全員上乗りしたみたいな感じ見えたかな。まあ、まあ、一番有利な位置だから、いっぱい考察できるけど、あの2周目のその例の位置見て考えてきます。5番のプレイヤーが発言します。はい、あの三四郎です。潜伏してた理由なんだけど、自分は三四郎を狙いたかったです。で、三四郎ならなかったとしても4番さんの強靭めが薄いんやね。4番さんから対抗しようがなかった時に、あの4番さんの強靭めが薄いことから、4以外から釣れば強靭めも釣れること、それで潜伏してました。で、霊能者に潜伏を流した理由も、ここで7番さんめっちゃ釣られそうになってるけど、7番さんが霊能仕様で逃げなかった時点で7番さんって白いのね。この7番さんが騎士だったっていうのがちょっと痛いかなと思う。7番さんが役なかった、出なかった時点でもう最白だったと思ってる。で、俺釣りたいのは正直8が狼で後輩値に白ってリスクあるから、俺現状81だとは思ってんだよね。うん、初日囲いけど、まあ、一釣りの流れにはならないと思うんだよね。そうなると、やっぱ4番さんって、強靭めがないから、狼あるよ、48。48はあるけど、強靭めがないことから4番外したいかなと思ってる。で、9番さんが8叩いてるのも、98にはちょっと見えないんで、俺は現状6番さん行きたいかなと、6番さんがちょっと何喋ってるかよく聞こえなかったのもあるんで、現状は6番さん釣りたいかな。まあ4番さんの強靭がないんで、4番さんちょっと残しときたいです。6番のプレイヤーが発言します。聞こえないで釣り位置になるんだ。初週言ったのは、5番さんはなんか自分がやりたくないことをしっかりこう、やらせないようにケアをしてるんだなって話と、役は好きだとかで、俺で目線は出てもいいんじゃないって話をしただけです。
なんだろうな。ファンさんのその俺が聞こえないから消去法でってことでしょ、要は。ただ8番さんがその位置で1に出しててリスクがあるから8-1っていう話もしてたんだよね。で消去法で俺ってなるわ。いや俺2番さんがすげえ黒いなと思ったんだけど、ねえのでしょ。なんか9、そうなんだな。9番さんはどうしても、そう、7、8ってきて9番さんからの発言があるから、どうしても9番さんは白く見えてしまうんだよね。4番さんは、結局2が ?2 がなんだっけ ?2 のことを触れて、で、3を言ったんだね。3がどうこうって。4番さん俺あんまりよく聞こえなかったんだけど、その5番さんが言う、ちょっとよくわかんなかったけど、5番さんが4番さんを強靭否定した理由って何なの？よくわかんない。なんか、5番さんのその消去法にしても、その4を弾いた理由ってよくわからないですね。強靭目がないからって、その理由がよくわからなかったですね。だからわかんない。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、5番さんが4番さんの強靭がないっていうのは多分、8が占い師として出て1番が、城で、平和村盤面になるから、4番がそこで出なかったのが強靭目がないっていう見方じゃないのかなって僕は認識してるんですが、で、割と、僕8番さんが、2攻めっていうわけではなく1番さんがめちゃくちゃ怪しく感じてるんですよ。っていうのは、8番さんしか占い師が出てない状況下で1番さんって8番さんに対して2攻めで追っているという発言を追っていたんですね。それはなぜ、それは9番さんの意見が、分かったって言ったんですが、僕が、5番さんが変なふうに言ったんですが、でもそれにしても、8番さん、1番さんって、こう考えることができるんでしょう。新占い師が見えているからこそ8番さんが2攻め見えて新占い師から占い師を飛ばされないようにっていうような意見も取れるかなって感じたので、僕は現状1番さんが一番黒っぽいかなと思って、1番さんが黒っぽいと思っているからこそ、8番さんが偽なのかなという感じではいます。はい。で9番さんに関してなんですが、目立つ発言だと僕は思ってるんですね。7番が、僕が、5番のことを違和感を持ってるっていうふうに、僕の指摘がおかしいっていう9番は、意見をガラッと変えたんですね。8番さん目立つ行動をとっているので、別に9番さんって、まあ、強靭位置ではあり得るのかなとは僕は感じたんですが、どうなんだろう。俺なんか、6番、5番さんって6番さん釣りたいと思ってるんですよね。なんか、なんか怪しいと僕は思ってますね。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。対抗5番さんなんですけど、まあ、新郎新郎嫌いとか、ああいう話をしてきて出てきたから、まあ、この盤面会になって、占いが一角したら困るなと思って出てきた興味もあるかなってちょっと思いました。理由は私の先、白先の1番を叩いている構図を見ると、この後1番に黒を打ちたいのかなっていうふうにも思ったけれども、ただ1番が私のことを2攻めまで落としてるから、1番強靭の可能性もあると、5番ロージックでもし置くと、5番、6番はないかなって思ったかな。6番さん単体で、なんだろうな、結構つられやすそうだなって申し訳ないが思ってしまったかな。その2番黒3番黒みたいな感じと、5番が6番まあ釣りしてるってところを見ると5番6番キャンセルされると思ってるから、まあ、6番単体で村要素は拾えないが今日は6番釣りたくないと思っていて、で9番さんにアンサーすると5番の位置で普通に5番は現状対抗だからいいんだが、村だった時にあ霊能どこだこうだこうだって言ってると5番って何がどこ何がどこって言って全く色が落ちないんですよ。だから7番さんって5番の村気を考えると普通に出た方がいいんじゃないかと思ったし、私も5番が狼の時に5番ってそういう整理をされてしまうと5の色って全く落ちんから出てきてほしくないのかなって思ったから、別に7の言ってることはおかしくないと思ったから、その9番の意見に乗ってる方がおかしいなって思いましたよ。ただ9番はそこでその7番も言ったが最初に色を唱えるのっていうのが9番が狼だ時に占い地に入ると思ってるからあんまりしないと思っていて、まあ、現状乗っかってきた3番とかも怪しいかなと思ってますかね。3番さんが7叩いてるって言ったけど8番って7のこと叩いてませんよ。4番さんも言ったけど8番って7番を評価してる人物だから結構乗っかってるなと思ったから 3,4 が怪しいと思ってるから現状4に行きたいと思ってるでしょ。9番のプレイヤーが発言します。4かこれ8強かな全然8強あると思うけどな
いや、僕8番でおかしいって言ったのは、5番に対して白狼って言ったんですよね。5番が、その霊能とかがポンポンって出てこられて発言が濁るって言うんであれば、じゃあ5番の色が落ちなくなるからって発言するべきだし、5番に対して。8番が5番が白狼種になってしまうからって言ったんですよね。ってことは8番のは5番のことを現状白いって見てて、でも7番って5番を殴ってるんですよね。殴ってるとまでは言ってないよって言ったけど、7番5番に対して若干の疑念を覚えてるから、それ殴るって言うんですよね。はい。だから、8番って7番を評価できないと思うんですよ。1周目の発言で。で、8番って5番に対して1番に黒塗りしようとしてるから5番狂人の可能性もあるって言いながら、結局5番ロジックで話を始めてるんですよね。で、8番って3番に黒塗りしようとしてる8番狂人っていうのを自白してるのかなと思ったんですけど。で、7番が言ってた1番が黒いっていうのはあんまようわからんかったですね。8狂人、4、6ローロ。まあ、4番、6番どっちでもいいかなぐらいに思ってたんですけどね。4番の2周目次第だけど、6番の2周目はパッとしないし、4、6についてはまあ何とも言えないって感じかな。4番は2、なんか1が強いから2周目伸びますみたいなこと多分言ってたと思うから、伸びなかったら4番でいいかなぐらいに思ってますね。って感じかな。でも8番が4番釣りをしてるんですよね。まあ、一回8強だったらあるか、全然4番も。まあ、4番の話聞きますね。1番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、役が出た場所強いんじゃないですか。9番さんもほぼほぼ弾けるかなって思っちゃってるかな、正直。もう7番はね、何言ってんだって、マジで。じゃあ、俺は1周目の段階下で8番さんに疑問って思っていたとしても、色をつけずに、8番は2周目ですって、そういう発言すればよかったんですか、7番視点で。俺は9番の意見と同じで、8番が7番に白いって置く要素がわからないっていう点だから、間接的に9番も8番のことをね、叩いてるんですよ。そこに関してなんで7番が1番にだけフォーカス向けてきてるのか意味わからんし。まあいいや、自覚してるからいいと思ってる。で、5番に関しては、8番が後ろに打つリスクって言ってるけど、8番視点で 後ろってね、5人もいるんですよ。その段階下で、狂人っていうのもある段階下で、8番が1番に囲ったっていう精査をするんだったら、1番の明確な黒要素っていうのを提示すべきだと思う。8番1番につながってるって明確な黒要素を提示せずに、その8番1番に雑に囲って、で、5番って4番にロー要素あるかも、ローはあるかもしれないって言ってるけど、なんで4番が外れたのかっていう、そのロー要素を消えたっていう、5番視点で4番のローがないっていう精査は、なんとなくそのエンドポジで出てないから強靭ないっていう精査は分かるけど、ローかもしれないけど、今日行かないっていうんだったら、その4番のロー否定っていうのを若干でも見せてほしかったかなって思うから、5番視点で。5番視点で4番の強がないっていうのは分かるんだけど、5番視点で4番を釣り位置から弾くんだったら、4番のロー否定っていうのを若干でも入れてほしかったなって思ってるし、3番に関してはロ6番、7番、2ー番、否定9は番っていうラインを言ったけど、ローが意味あが分るかんけないかなと思ど、った。で、強靭1が番ないからのプレイって言っヤーて、がこれいつ発頃言やしまろ。す。5番さんって4番さんは強靭はない。強靭の目は薄いってことを言いたかったんじゃないの。4番が強靭になったら霊能で出れるし、まあ、5で、5の2周目に出るのと一緒らしいね。一緒じゃないか。まあ、一緒みたいなもんか。っていう話じゃない。だから4番のローは否定してないでしょ、5番は。今の発言で1番もちょっと怪しくなったなと思うけど、まあ今日1番は確かに5番の糸で釣れないし、まあ5、8もわかんないから、まあ、単体でおかしいと思ってるのは6番かな。6番って2が黒いと思ったけどっていう、なんか、まあ俺が霊能だったから言わなかったのかもしれないけど、その理由も言ってないし、まあちょっとわからんですね。まあ6、4とかの欄でいいんじゃないですか。6番さん順番的にも厳しいと思うし、まあ、4番さんが怪しかったら、4番さん2指名が怪しかったら、4番さんに行くって感じで、6、4とかの欄でいいんじゃないかなって思うな。まあでも3番さんの1周目もなんか、7、8が怪しいと思ってるのに、なんか俺の印象が悪かったんだよ、3番さん。だから、すでに5、3ローとか8、1ローとかもあり得るんかなって思ったな。とか、なんだろうな。5強で、3、6ローとかもあるんかなとは思ったな。だからまあ6、4のランでいいんじゃない？以上です。3番
のプレイヤーが発言します。2番さんに対して怪しいとは俺は一言も言ってないっすね、昨日。つながり的な意味で持ったら、意見的な割れ方をしたら76と92っていうとこが半々に割れたよねって、要するに92っていうのが7に対して、7が5に対して叩いてたって言って、そこに叩きを入れてたんで、まあ半々に分かれたなっていうのを述べたんですよね、昨日ね。で、8に関して含めたっていうか、8も触れてたから8あたりも言ってたかなっていう意味で、まああの8、うん、まあ言ってなかったら申し訳ないって感じですけど、はい。で、9番、俺的に9番さん気になったけどね、8強軸においてだけの話しかしてないし、5番さんに触れねえのかよって思って、で、5番さんは今日ないと思ってるんだけど、あの発言で、初週の発言で新郎とかいうのは出てほしくないっていう明確な発言、色見せしてたんで、白か黒かみたいな感じの印象を受けたから、俺は5番さんはローはあるかなって思うけど、今日はないんじゃないかなって思ってっかなってとこすけどね。なんで9番さんかな、俺は行きたいのは。46に関しては3強かな、ただただ白崎教授叩かれやすいとこ拾われたなって印象しか、周りから拾われたなって感じしかないんで、はい、9番さんに違和感感じない9かなって思う。4番のプレイヤーが発言します。ほんとなんで白崎刺さるんや。はい、俺は占い師のとこは5発ないけど、8強で見せるで理由ってさ、なんか8がさ、なんかうーってさ、9番さんにアンセルがないあるとさ、もう普通に聞き取れんかったし、わからんかった、早すぎて。だから8強で5を信じてるかな、まあ知らんけど、うん。で、今日の釣りしないけど、うん、そうやな、なんかみんな6か4かみたいな、3番さん9行くのに行ったけど、そこら難しいけど、なんかどこも白出されてないところ、うん、占い師、占い師はまあ明日すればいいし、騎士はもう確定してるから、こうはなしな。で、1、3にどっちも白出されてるような、5、8は。うん、2は何なの ?2 は。あれ。え、2って何かあったっけ、あ、霊能か。霊能か。だから、6級で言ったら、2分1でいけるかな、わからんけど、うん。全プレイヤーの発言が終了しました。これから、私はただの石、私はただの石、私はただの石。4番もあんま白くねえけどな。ああ、4つられるか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。4番、6言ってくれよ。うん。マジか、時間なかった。うん。前は。まあ、村人陣営ないけど。1がどこ入れた？色も決めたら分かるけど。うん。ね、ああ、やっぱ1、8あるのだぜ。4の1って強心ねえからな。めちゃくちゃ。なんか、内容がわからんかった。そうやな。で、7が騎士で、2が霊能で。で、今のところは5死んでおいてるから、5、7、2に触れといて、で、3、1、9。ということは、5が死ん、5どこに死んだっけ？ちょっと待って、5どこに死出した。で、3か。え、ちょっと待って、村せろ。あ、オッケーオッケー。時間がない。ということは、3、1、9、8、6の中に3、人狼。4分の3やから、うん、ミスった。ごめん。俺が悪かったかも、これ。うん、1、9、8、6の中に自分目線は3、人狼を俺と組んで、だから、たくまさんが、この4つの中に1つ占えば自分目線。3両確定するんかなって思ったけど、釣られちゃったからもう無理ですということです。はい。ごめん。マジでごめん。じゃあ、やめる。夜が更けました。人狼に気をつけ、占い師の方は、さあ、またリンゴ飴。私が悪人ですって？いや、植林じゃないよ、こんなリンゴ飴だよ、また。今日当てるけど、当てた時に返して釣られるんよな。
443リンゴ飴だって。ギフトありがとう。占った対象は人狼です。ほらあ、ひかりさんありがとう。もう俺最近狼バリバリ当ててるから。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。あ、ギフトありがとう。はい、6番さん占って黒でした。え、霊能結果ってどうなんですか。4番さんは、え、2番さん、4番さんは何色だったんですか。白、4白なんだ。いや、なんか4番さん申し訳ないが、なんか興味あるのかなって思うぐらい不当だなって思ったんだけど、8番強人で置くんだったらその理由も明確に言ってほしいと思ったし、いや普通に、うん、なんか強か黒か分からんけど、分かん、人外っぽいなって思って4番さん投票しました。白だったんだ。昨日の発言聞いて、3番さんの発言が結構いいなと思っていて、まあ、白っぽいなと思ったから3を占う必要ないと思ったとこと、6番さんに関して色が全く落ちなかったとこと、まあ、5番は6番をついたがっていたが、まあ、6番占って普通に黒でした。で、9番さんに関しては、5番に全く触れないのはなんで、なんかめちゃくちゃ強ムーブかなと思っていて、8を偽で置くのはいいけれども、だとしたら何だろう、8を偽軸でしか置いてなくて、何だろうな、うん、その言ってることが何だっけ、白狼じゃなくて、なんかその、何て言ったっけ、7は5を殴ってるよって言ったけど、7番って5のこと殴ってないですよ。5の村家を兼ねるんだったら、何て言ったっけな、5の村家を兼ねるんだったら、1周目で出てきてほしいんじゃないかって言ってる人物だから、5番に関して殴ってないのに、なんか変だなって思いました、9に関して。だから、強人っぽいなって思いましたよ、9番さん。だから、占いたくないなって思いました。で、そうだな、現状5番が1番に黒出してるところを見ると、どうなんだろう、5番、6番、もしくは、5番が強人だからこそ、ただ9番が強人っぽく見えてるかな。現状5番、6番、9強人かなって思ってます。6いってください。9番。のプレイヤーが発言します。もう8偽決め打ってもいいですか8番4番開口1番4番強人かと思いましたよ。3番白いと思いました。9番強人ですってどういうこと。4番の遺言聞いて4番が強人で9番に対して強ムーブしてると思いましたって言いましたよね。じゃあ8番乗らないち9番じゃないの。強ムーブしてる9番が狼に見えてんじゃないの。4番が強人やったときって8の偽っていいですか。もう更新決めっていいですかね。1いきますね。いやー、16ローロ8強人とかじゃないですか。もう7番5番殴ってましたよ。8番さん、7番は5番に対して、あのレアケース、新郎新郎なんてレアケースだと思うから5番がわざわざそれを言う必要はない、そのレアケースを追わせようとしてるんじゃないのか5番って若干の疑念を覚えましたって7番5番に対して言ってますね。八幡さん話聞いてなさすぎだろ無理かな。5が1黒でしょう。はい、はい、1番いこうかなと思ってます。今日16の乱でしょう。はい、って感じですかね。まあ、一番の発言がよっぽど白かったら、ちょっと考えるけど、で、5番が黒かったら、6番が黒かったらで考えるけど、もう無理じゃないかなと思ってますね、八幡さん。だって4番強人やと思っていて、9番に対して強ムーブをしてるって言ってみましょうね、一回。で、9番占うべきですよね、八幡さん。1番のプレイヤーが発言します。うん、9番の言いたいことはもうものすごくわかりますね。はい、だって8番視点で5、6、ローローって無理でしょって思うから、次5番が初手の段階の2周目で、6番って限りなく1周目の発言を聞き取れてる人ってほぼほぼいないと思ってるから、6番が2周目のあの発言で5番が6番を吊るした場合って、普通に誤爆で6番を吊り寄すっていう可能性あると思って、5、6、ローローでは絶対ないと思ってるから、あっても5強6ローの世界線でしかないと思うから、8番のその占い師としてのスケールじゃないなって思うし、普通に3番がね5番に強人がないっていう精査もちょっとよく分かんなかったかなって思うから、普通に3番6番5番強なんじゃないかなって思ってるけど、正直もうちょっとか、正直ねっていう感じはあるかな。5番6番ローで5番が6番に釣り位置をわざわざ初手の段階、2周目の初手で持っていって、で6番が5番に対して話を聞けてないから消去法でって言われてみたいな、
その5番が6番に釣り寄せにしても消去法で釣り寄せた場合って6番って何も身動き取れないと思っているから、そこに関して6番に反撃の余地も与えず5番が6番を釣って黒が蛇行を釣って、うん、5番視点ではあんま美味しくないと思っているしその8番視点でその3番5番6番って言って9番強靭っていうスケールは、うん、正直実点もわからないかなって思うけど、5番が偽としか言いようがないかな。まあ、6いってください。6、3、ローローだと思ってますね。以上。2番のプレイヤーが発言します。なんか1番さん、1日目の1日目からちょっとおかしいなと思ったのは、自分1番視点8番さんって新占い師なのに、なんか、新占い師とか7番の騎士とかを叩きすぎじゃない？意味のないことしすぎてるなって一番思うな。それが尺稼ぎにもなってるんかなと思うんで、まあ、5番さんの話も聞くけど、真だと思う方の占い師の黒崎に投票しようと思います。かな。1番さん、1日目の2週目も、なんか7番さんにめっちゃアンサーみたいなこと言ってたもんね。それはちょっと怪しいなと思うわ。3番のプレイヤーが発言します。だから俺は5番を強で置く視点が、いや可能性を言ったら全部ゼロじゃないんよ。でもゼロじゃないとか言い出すと極論すぎて、もう可能性をやっぱ薄いとこをどっかで踏ん切りつけて切ってって可能性が高そうだなっていうところで判断すると思うんだけど、その視点でいくと5番を強軸に置くのが分からんのすよ、1番さん。その視点が、うん、あって進路白か黒かっていう印象だったんすよね。そうなってきたんすよ。で、八尾教軸はまだわかるよ、百歩譲って。ただ、俺が9番に昨日気になったのは、そこだけしか言ってなかったんで、そこの理由付けが足りなかったんで、ちょっと疑問だったかなって。まあ、2日目は説明して、今は説明したけども、1週目それなくて、ただ八の教軸だけ置いての視点しかなかったんで、気になってたってとこかな、昨日はね。5強の6、3ローローの視点がわからんかな。どうなってそうなったのかが。ってどこかな。まあ、死んだと思った方の占い先に行こうと思ってます。はい。5番のプレイヤーが発言します。まず1番さん占った理由は、もう俺1番さん、もう初日の2週目から怪しんでたからね。だから8が人狼で、後半位置に白落ちってリスクがあるのよ。ってなると仲間しか打てないから。で、自分がもう8-1人狼で追ってますけど、1番さんは釣れないから、4番の強靭目がないから4を外して6番さんから行きましょうって、俺言ってるから、まず5-6のラインがないね。俺6投票にしてるから、8番さんが6占ってる時点で8番さんの偽を追ってほしい。あと、この潜伏の強さ言うね。8番さんと1番さん共に4に釣り誘導してるけど、まず4番さんが強靭だった時って、占い仕様するじゃん。で、狼って強靭釣りたくないよね。8番さんと1番さんって、一番強靭目がない4に投票してるとこね。だからその1と8が強靭を残したいから、一番白い4に投票してる。ここが、潜伏のメリットね。それでも情報落ちるのよ。強靭な4番さんに投票してる1、8が黒いっていうのは分かってもらえると思う。で、1番さんが初日8を叩いてるじゃん。8番さんって後輩地に1白打ってるのに1番さんが8叩くのはやっぱ違和感あるでしょ？普通は後輩地に白もらって1番さん自身が白であれば、1番さんって8のこと新芽があるっていうのが普通ね。5番は初日6行ってるから5-6のラインってないですよ。今日は1番さんに行ってください。6番のプレイヤーが発言します。はい
もう村の役職全員に投票されるっていう悲しい昨夜でした。そうだね。普通に9番さんっていうのはさ、なんで8を強軸しか追ってないのかなと思ったんだよね。8の狼軸の話を全くしず、なんか8の強軸を追わせて、なんかすごいこう、幅を広げさせてるようなね、印象があったんだよね。ずっと2周目から強靭でしか追ってなくて。これ6強靭あるよ。だから6から釣っとけばいいんだけどな。俺でもなんか、普通に安直に8-1な気がするんだよな。なんか、4番の強靭ないって話もあるけど、なんかあの4番さんのさっきの発言でしょ？全然なんか出れなかったなっていうのもあり得ると思うし、強靭だったとしてもね。かつ、なんだけど、4番さんってすごい、結局なんか8の強軸を追ってて、なんで4番さんもさ、なんか8の強軸しか追ってないのかなって、狼軸を追えばいいのに、4も8を強に追って、なんかすごいどっかをすごい強塗りしたいような行動にも見えたし、強に4番さん目線8が見える、強に見える理由っていうのは全く言ってなかったね。理由なしに8強。なんかなんとなく4番さんは、強靭ないって言われてるけど、これはなんか強靭塗りしたい強靭なのかなって思ってしまった。はい、1いってください。全プレイヤーの発言。え、私が悪人ですか？なんか6強癖や。あぶねあぶね。旧放棄、旧強化。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。いやこれで俺釣られるんだなっていうのはすごい思うかな。だってまず6番さんって死んだ4番に対して強靭があるかないかっていう精査を延々としていて、その精査って全く意味ないし、6番視点って8番に偽が分かっていて、8番の強靭を追う場合って9番でしかないからね。だった場合の精査全く入れず81ローな気がするなっていう発言がもう意味がわからないし、4番の精査を何でしてるのかわからないし、3番に関して1番の視点って9番が白いって言ってるんだよ。で5番6番が見えないから5強度置いた場合って36でしかないから、そこに関して3番が1番に関してね、5番を強で置く視点がわからないって言うけど、じゃあ俺視点で9番が白く弾けてるにもかかわらずね、5番をロージックで置いた時の5級っていうのは実際見えないから、56でも56っていうラインが見えないっていう発言をしてるんだから、その場合って5番強靭になって63しかないんだって俺の視点ね。その視点をまず3番視点でしか言ってないから、3番の視点で1番を見てるから、1番の発言っていうのを全く汲み取ろうとしてない人物なのに変わらず俺に入れてくるっていう、もう2番さんがもうねすごいなっていう感じかな。2番に関してだって7番に言ってるって明らかにおかしいから、そこに関してもイライラしてムカついたんで言っただけですね。そこに関しては、それ尺稼ぎでも何でもないですね。ただはい、いやー9番さんに関しても8番強靭だった場合って3番に黒出すんじゃないって言おうと思ったけど、まあ、9番はローはないなって思っていたんで、ローは6さんどちらかとつながっているっていう感じはないかなって思っていたから、まあ、投票放棄してるのか分からんけど、まあもう PP っすね。はい、終わり終わり。夜が更けました。人狼に占い師の方は、さあここは植林よ、ここは植林。いや八強もあるから、9占っとくわ。占った対象は人狼ではありません。まあ白あって今日はね、ギフトありがとう。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。ゲーム終了。あ、地神した。村人陣営の勝利です。7強3番騎士なんだ。あ、7番強靭。いやそうだよ、もう1番が黒くてしょうがなかったから俺カリロナに持ってきたかったんだよ。うーわー、これ7強。いやだってさ、もうだって7番の方が黒くない？俺いや
いや、だから俺黒くていいんだって。俺が釣られに行くから。俺狩り色だってね。一番のさ、八番を怪しむ視点がおかしいんだよ。どう考えても。なんで？真に見える。おかしくないでしょ。五番の言う真に見えるはずなんだよ。真っぽく見えるはずなんだよ。どういうこと？後ろに撃たれたら真に見えるなんて俺全く思わないよ。強人いる部屋なんだから、俺普通に前になんか撃たないよ。俺が人狼だった場合でも別に前になんか撃たないし。18で合ってたんだよね。187教授。ナンバーしてもうラッキーラッキーだよね、だから。ごめん、そうそうそう、あれ出た方が良かった。騎士。いや、俺普通になんか、あの7番の発言で出ない騎士いないと思ったから、普通にムラスラしたけど、7番かんとか。もう出ても出なくても結果良かったよね。出たら多分58のランじゃないかな。あのね、俺それをカリロロールに持ってきたかったんですよ。俺が2戦目に追われてたじゃないですか。そう、あの7番が騎士で出て7番強靭だなって初日思ったから、7番さんは強靭で騎士出たかなって方にかけちゃったんで、あれ間違ってたら俺悪かったよね。合ってたから良かったけど。そうですね、俺としては出てくれることを願っていて、俺が釣られてっていうのを願ってたんですよ。俺が2戦目で終わりだから、あ、いや、釣られる位置になったから。あ、けど大体占いから行くよ、騎士2人出たら。そうだね、まあ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 。いや、あれ、あ、そっか、58で。いや、無理だな。初日じゃ精査しきれんかった、間違ってたかもしれん、そうなったら。うん、いや、7番教授か、ね。いや、教授いないなって思ってたんだよ。いや、俺6番さんの強靭もありそうだったんだよね。うん、そうだよね。6、7あたりがそれっぽかったよね。7番さんもちょっと9行こうとしたの今日っぽかったね。3番さんも今日かなと思った9投票。いや、3、9放棄しないでしょ。